場で後悔はしたくない。少しでも多くの善人が平等を享受できるように。俺はかけられるわ。私が私邪魔、勝つぞ。おはよう。今本当五条悟。拘束してるから無理に。君の秘匿死刑が決定した。ないですよ。え？百葉箱空っぽです。マジでウケるね。ぶん殴りますよ。そんなところに特級呪物。今度マジで殴ろう。ユージ興味ねえし。お前の両親だから興味ねえって。じいちゃんさ、男はな、つうか部活はどう？うる。うん。お前はつ手の届と。じいちゃん。はい、ナースステーションです。どうされました？イタドリさん。じいちゃん。イタドリユージだな。誰？夢中なんすけど。呪術高専の伏黒だ。悪いがあまり時間がない。お前が持ってる呪物はとても危険なものだ。今すぐこっちに渡せ。呪物？この箱だ。持ってるだろ。ああ、はいはい、拾ったわ。俺は別にいいけどさ、おかけんの先輩らが気に。日本国内の怪死者、行方不明者は年平均1万人を超える。そのほとんどが人間か。呪い？お前が信じるかどうかはどうでもいい。特に学校や病院には膨大な怨念がたまりやすい。だから多くの学校より年月とともに封印がお前いやだから俺が追ってきだから。おかけんの先輩が持ってる。やばいなんてもんじゃない。そいつ御札ってそんな簡単に取れんの？呪力のない人間にはまず無理だ。普通はな。今回のは中のものが強すぎる。でもな呪いなん。お前待てよ。ここチュルチュル。急いで行くか。行くぞ。相手してやる。次行くぞ。よし。やるか。
相手してやる。終わった終わった。もっと強くなってさ。俺はもう負けない。もう負けない。クナは全部食ってやる。あとは知らん。てめえの死に様はもう決まってんだわ。よく考えて編成するっすよ。準備が大事っす。僕の術式の理論がわからない？宿儺は全部食ってやる。